いやもう10キロ、ね、10キロがある8キロとか。おいここ豆ができてる。これこれです。どうぞこれ。これがね、これがごめんなさい、20メーターなんですよ。あの国も若い人が入っとるからな。その人も一緒に愛したらええな。あ、そうですね。その人も農家、農業やってる。農家一本でやるおる。それはぜひその人連れてきてください。うん、古いんと新しいんと。ねえ。三谷さん、ちなみにその島の農家の何代目になる？何代目ってうちの親父がいた2代目。ああ。え、お父さんが島へ移住されてきたんですか？もともとは小豆島です。あ、そうなんですか。多いよ、ここは小豆島。へえ。それから、ここへ来てまた小豆島から奥さん戻ったり。ああ、うん、まあ近いですからね。うん。なんででも小豆島から。島から島へね。もうちょっと頑張ったら牛窓の方へに。ちょっと下とか分からんけど。実家がそもそも農家なんでしょ？うん、兼業農家で勤め行きながらその合間を利用して野菜を作りおったり。お父さんお母さん何を作られてたの？社が南京とかジャガイモとか。やっぱり南京ジャガイモ作ってたんですね。ハッカ。ハッカ。あ、ハッカ。昔はハッカ作ったんですよ。らしいですね。うん、それもなんか日本優秀の産地だったでしょ、この辺ね。そう、結構ね。何でもここに。タバコもあったよ。タバコも作ったよ。そう、タバコも作ったと言いますよね。まあ60年前だな。あ、60年前ね。うんうん、60年前。まあ子供頃だから手伝いに行きよったもん。ああ、だからもう戦後、まあ間もなくいうことはないけど、うん、もう80、まあ戦後、ね、しばらく経ってからいうことですね。この頃はまだ車もなんもない時代だから、はいはい、だいたいこれ、あ、担いで畑が出す。で、猫が通るぐらいの道しかなかった。はい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 、はい、うん。それが時代とともに道路がついて広がって。あ、天秤棒を担いで。担いで。その頃のその島の景色っていうのはどうですか？畑が多分西側はずっと張って。ああ、それはまあ全部きれいで、だんだん畑で。今は結構荒れてますけど、家がだんだん待ってて、うん、で山に行ってもみんな下がたかって、はいはいはい、きれいにして、はい、だから松子が落ちますよね、はい、それを家へ持って帰って風呂の竹付けにして、うん、利用したり、あ、結局プロパンとか石油とかそういうものが入ってきたして、うん、そういうものが廃れてしまったかな。まあ、段々畑はあの今でも海から見れば結構遠目に見たらすごく綺麗ですよ、この西側は。イリュウさんはどこの出身言われてましたか？僕は福山ですね。ああ、そもそもなんで岡山で農業しようと思ったんですか？なんかそこが一番じゃない。まあそれを言うとちょっと長くはなる、なるんですか？なるほど、見えよ。まあ ここへ来る前飲食店しようたんですよね、居酒屋を。まあ結局コロナとか、はい、あんなんもあったし、まあ店の契約期間がちょっと切れるとか、そんなんもあって、はい、飲食店やったんですか？そうなんですよ。何のお店ですか？居酒屋ですね。居酒屋を玉島の方で。玉島やった。そう、新倉敷駅ぐらいの前で。あ、いいとこやったんです。そうだけど、まあちょっとコロナで考えることも多くなり、まあこんな暇持て余しとってもええんかなっていうのもあったり、で夜影とかあっちの方でお店出そうかなって思っとったんですけど、はい、まあその時前島で店出したら流行るんじゃないですか、ね、いやーとは思ったんですけどね。店がねえからもうもう入江さんとこ行くしかねえ店から毎晩毎晩たまり場になりますよ、なんか。まあ、そう、まあいろいろ構想はあるんですけど、結局将来的にはまあそういうのをやりたいなとは思ってるんですよね。ただ腹いっぱい食えるような店っていうのをやっぱ続けたかったです。居酒屋でもそういう感じだったんです。安くてちょっと多めの量でみたいな、安くて早くてうまいみたいな、あの
そんなんがやりたかったんですけど、まあ、結局できなかった、はい、ね、あのやめとこうってなっちゃって、もう店までは決めとったんですけど、だけどそう思った時に、どうせだったらこの期間自分らで農家やって作れるようになったらもっと強いんじゃないかな、好きなもんを自分らで作れるようになったら、ね、と思って、じゃあ農家やってみるかってなって、あの農地、あの県民局とかあんなところが案内をしてるんで、それでまあ岡山全体見始めて、でやっぱ見てるうちにやっぱ農家やりてえなってなって、まあもともと農家みたいなのやりたいってのはあったから、そういう話にもなったんですけど、はい、やっぱ見てるうちにやっぱやってみたいなってなって、でそれでまあ回って、まあ嫁とも2人でここがええなってなって、だけどちょっと電話で話したかも分からないですけど、他の産地行ったらもうトマトならトマトだけ、ブドウならブドウだけ、もうそれぞれそんな感じだったんで、ナスならナスとか、それよりまあここはまあ割程度自由にできるよってことで来たのが始まりですかね。なるほどね、いろいろな作物は作れると。そうですね、ただ入ってみて分かったのはまあ割とやっぱ産地になっとるから食べれるっていうのがある。だけどここだったらキャベツ白菜作ってるから銭になって、まあ、ご飯食っていける。最初自分ネギとかああいうの作ろうかなと思ったんですけど、はい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 、そしたらここで言ったら小串の方と出荷が一緒になるって言われて、でそうなったらフェリー賃かかる、運賃かかる、であの産地でも何でもないからやっぱりブランド力的にもう単価が下がると、市場で売ったら、だから何本も残らんでって言われてじゃあやるしかねえべってなって、まあキャベツとかそういう冬瓜とかになったわけなんですけど。なるほどなるほど、やっぱ将来の夢は飲食店またやりたいよね。やりたいですね、やっぱやめたくてやめたわけじゃないんで、本当だったら多分だからもう前までやれよ思ってていや、ね、そう思いますよ、前までやればいいと思う。いろいろ計画はね、今の西の夕日を見ながら食事をすると。でもこれもまた農家やっとって分かったのは、人の作り手によって場所なんかも分からんけど、ね、味が違うんです、同じ品種で。そうそう、でそれが今悔しくて、農家としてはそこになりたい、その美味しいものを作った人のところ、作れるようになりたい目標と。あ、栽培技術をじゃああれですね。そうなんです。でも不思議なんですよ、同じ肥料、同じものしか全部使ってないのに全然違うんですよ味が。これまた謎なんですよね。そこは勉強して。そうなんです。だけどそういうのを作れるようになって、やっぱいろんな人に食べてます。前島とかで食われたことありますかね。ああもうそっちですか。おはようございます。どこに行くよ今。はい、なんでそもそもコーヒーを、うん、ということか。その話がですね、はい、まあ、まずあの、まあ、当初からこの、はい、まあ、うちの代表の方のこう思いとして、はい、まあ、今リサイクルっていうのはこうメインであるわけだけれども、まあ、あの当然その、まあ、人口もこう減っていくだろうし、人手も減っていくだろうしって、こうやっぱいろんなこう世の中の今、まあ、言われている今後のリスクっていうのがありますよね、はい、で当然あの世界的にあの食糧危機等もこう言われている中だったので、じゃあなんか自分たちで作るかみたいな。そしたら農業で、まあ、今農地っていうのもどんどんなくなったりとか、もう後継ぎもいないっていう状況だから、はい、まあ、やっぱそういったところもこう助けていくっていう意味合いも込めて、じゃあ農業をやろうと会社で、まあ、どうせやるならあんまりこう、まあ、今まで誰もこう挑戦してこなかったようなこと、はいはいはい、っていうのでなんかできないかなっていうので、でまあその時にあの、まあ、並行してこうバズル農園自体が、うん、まあ、その農業関係とかでこういうの一緒にしませんかっていったようなこう話もいろんなことがあったんですね、はいはいはい、でその中でまあコーヒーというキーワードもあって、はい、でその話自体はこうなしにはなったんですけど、でもなんかそのコーヒーっていうものを栽培してみるっていうチャレンジは面白いかもねという、そこのコーヒーというワードだけが残ったんですね。でまあじゃあコーヒーをやってみよう、でもどうせやるんだったらそのこの岡山の
地で路地でできないかなみたいな。島でっていうのはどういうことがあったんですか。前特にしかも前島っていうのは選ばれたの、うん、はい、まあコーヒーを栽培するってこうなった時にいろんなこう土地をこう探してたみたいなんですけど、路地でチャレンジできる可能性があるとしたらどこだっていうのでいろいろ調べた結果、可能性がもう完全にこうゼロじゃなさそうなところっていうのでこの前島が選ばれたっていうのはあの聞いたことがありますね。それは気候的なところですか。気候的なところですね。それ以外の要素もあったんじゃないかなって思ってます。まあ、っていうのもやっぱりこうフェリーでめちゃめちゃ遠いわけじゃないけどやっぱフェリーに乗らないといけない距離感っていうので、でまあ島の人たちも当然いるっていうところで、でまあそういう条件のところで仮にコーヒーができたらそれはあのすごい物語っていう部分もあったんじゃないかなと僕はあの、はい、感じてますね。今の方でいいですよね、上まで登ったり。でそこのハウスと、できたら路地、いや路地の方がいいですね。あ、そんなの上行きましょう。はい、わかりました。じゃあハウスの、あの豆栽培するところは結構他のところでもね見えるんですけど路地は多分ここじゃ見えないです。ちょっとこれよく分かってないんですけど、コーヒーってどういう感じになるんですか。赤色の実がなる、すごい綺麗な、サンゴ色の、いわゆるそれがコーヒー豆なんですか。コーヒー豆、でまあそれはまああの果肉が豆にこうかかってるから、あでコーヒー豆する時はその果肉を取って乾燥させるんだけど、なかなかなくなったらいけないんで、ここにちょっと見てみてください。ハウスの中にも危険的に、ここではもうねなかなか本当大変で、なんかここはかわいそうなけど全部失敗です。これね苗がもう寒さで、ここは本来はもう草ぼうぼうで、あの向こうそこの原子林みたいなもんだよ、この横の左右それを切り開いて、でこの間に植えようと、こういうところで頑張ったら。なるほど、だからこれもともと原生林で、そうそう、これ横と一緒ですね。木を残してるわけね。そうなんです。日陰を作るために。そうなんです、はい。平均は25度って言われてます。コーヒーが適しとるのはね、けどうちはまあ多分ダメですよね。ここら辺って平均どれぐらいなんですか。どうなんですかね、やっぱりもう30度近いんじゃないか、27度ぐらいか、このぐらいいくんじゃないかな。で温暖ですごいいい言ってますけど、やっぱりそうでもないですよね。本当暑いの暑いし、寒いの寒いし、そうでしょうね。で風がきつい、もうこうねこう立っておれんぐらい風来ますよ。今これ蜂が来てから、当然この蜂が幼虫とか他の、まあコーンもついてますね。そうだ、害虫取ってくるんですよね。まあこれも試験ですけど、ここ豆ができてる。これこうです、どうぞこれ、これってあの花は何月頃咲いて実が何月頃できるもんですか。4月ぐらいからこっち花つけましたね、植えてから、で今順次来て、まあ、この段階です。4月にあの花が咲くっていうのは、そのいわゆるコーヒー産地のまあ、どんなんでしょうね。そのどうなんですかね、あんまり詳しいとは知らないんですけども、ここでやっぱり4月ぐらいから、4月頃に花が咲くんですね。3月4月ぐらいから各花をつけますね、白い花でしたよね。そうです、はい、あの小さな白い花が咲きますよね。2日しか持たないんですよね、幻の花とか言ってから。そうですね、もういい香りでね、一つ咲くと香りがいいんですか。もうものすごいジャスミンの香りでね、で一つ咲くとそれに虫がいっぱい来ますね、寄ってくる。あ、そうですか、はい、